皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。日本一フレンドリーなゲーマーアイドルナース VTuber のみなみねしろいです。よろしくお願いします。どうも、ヨウ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 、あああああ、モグタンさん、マッキーさん、ケンさん、運命沢さん、 SFP チャンネルさん、ヨズさん、ミツさん、こんばんは。今日もマインクラフトの配信をしていきたいと思いまーす。いてててた今日はどんなボスなんでしょうか。早速参りましょう。ジュサこんばんは。レッツゴー。あ、ツイッター入れたから、もしよかったらツイートしてな。じゃあやっていくか。うんうん、リツイートしといたよ、ありがとう。DP さんもこんばんは。ついちゃんだよさんもこんばんは。今日も梅干し翻訳よってたたし。あああ、大丈夫かな、声出てる？うん。今日はですね、前回皆さん覚えてますか？前回の振り返りのコーナーです。前回は黄昏の森でボスに挑戦したんですよ。なんちゅうボスだっけ？すぐ忘れる。なんちゅうボスやったっけ。なんだっけな。あ、ミノシュノーム。変態ウシ。そう、変態ウシ。やだ。変態の親玉。そう、変態ウシのミノシュノームをね倒して、結構あのさボス強かったじゃん。で、今回はまたボスに挑んでいきたいと思います。頑張ります。あ、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、あれだ、あれ入れてない、スイッチの、よいしょ。もしよかったら皆さんスイッチのフォローお願いします。というわけで、今日は第4のボス、第5のボス全部適当。裏覚えで、裏覚え。今日はヒドラの巣っていう、ヒドラの巣っていうボスに挑戦していきたいと思います。ヒドラの巣っていうところにいるヒドラに挑戦していきたいと思います。結構の持ち物はちゃんと装備したので、今日はね、なんかここら辺にいるらしいんだよね。だからせっせこせっせこ行きたいと思います。レッツゴー。いや今日も強そう。でもね、今日のはね、前回よりはちょっと楽勝なんじゃないかなって思ってるんだよね。なんでかっていうと、誰かいない？なんでかっていうと、前回あのさ、雑魚キャラがいっぱいいたじゃん。雑魚のさ、変態牛とかさ、パンツ一丁変態牛とかさ、あのなんか爆発するやつとかさ、
それがね、なんかね、今回のボスの周りにはいないらしくて、それはちょっと嬉しいよね。で、ボス1体しかいないみたいな風に書いてたんだよね。だからそれだったらまあ楽勝なんじゃないかなと思って、足取りも軽いです今日は。頑張ってね、ありがとう。沖縄スイーツ今日も、いつわかるんだろう、その沖縄スイーツの由来。リツイートしました、ありがとう。今日花金だ。みんなお仕事お疲れ様、おかえり。どうだった？なんか落ちてる。ミルクが落ちてる。逆に強敵。あ、その説あるよね。カマさんこんばんは。この前行ったのはここじゃん。懐かしいわ、変態牛に出会った、ここだ。もうちょっと先か。よいしょ。花金だ。1週間早いな。今週マジで早い。1週間、なんか気づいたら今日だった。いや、なんかみんなにさ、聞きたいんだけどさ、なんかさ、いや、なに急にどうしたの？え、死ぬこれ。あ、なに、急にどうしたの？何があったの？急に何があったの？ねえ、毒でも入っちゃった？びっくりした。あ、急に燃えたんだけど。やめてよマイクラさん、急に燃やすなんて。これじゃない？なんか変なやつ、変なモヤモヤ、これじゃない？なにこれ。でも毒もあるよ。何こりゃ、どうなってんの？もう無理だよ、今日の配信終わります。何、ここら辺やばいとこなの？ここら辺通っていかないで、こっちから行こうか。何で燃えてるの？でもさ、このさ、ラメラメみたいなやつにさ、近づくと燃えるんだよね。何この正体は。何、怒れよ。怖っ。それでなんか変な敵が急に現れることもあるんだった、この森は。気をつけなきゃ、忘れてた。怖っ。ヒドラってこんな強えの？めっちゃ遠隔でやってくるじゃん。本気く正面許さん。シロちゃんめちゃめちゃ離れてるよ。いや、よいしょ。今週あっという間だな。なんか毎日眠い。秋だからそんなことあるのかな。秋だから眠たいのかな。そうなのかな。秋ですね。なんか毎日眠たいね。どう？この俳句。
ね、この音やめよ、怖い。今日はリスポンしたくないの。ね、これやっぱキラキラあったら入っていけなくない？え？なんだ？周りに全部あるぞ。もう一回チャレンジだ。ダメだよね、やっぱ。久しぶりに見たこいつ。え、なんだこれ。どうすんだ。全部にあっつう。一生待つんだ。ねえ。6日、ちょっと待ってね。ちょっと攻略サイト見るから。ヒドラの巣。ヒドラの巣に近づけない。なんだ？から行くんだ。ちょっと一瞬待っててね。ヒドラの巣。ヒドラの巣。出てきた出てきた。どこだ？ヒドラの巣。ちょっと待ってね。あ、はい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 。なるほど。みんなわかった。なんか前回あのミノシノームくんを倒してゲットしたなんかシチューを食べてくださいって書いてあった。そうやって。全部がつながっていくんだ。なんかシチューを食べたらこの毒毒にならないって。書いてある。よかった。シチュー食ってくんの忘れた。シチュー食いに帰るね。シチュー食うんだって。よかった。立ち向かわなくてよかったわ。何事もやっぱ調べてみるのって大事だよね。なんか前回さ、ミノシノムくんがさ、落としたんだよ、シチューを。それを食べてくださいって言われた。家どこだっけ？あれ？え、家。どういう原理なんだろう。原理はわからない。でも多分黄昏の森のボスが何体もいるじゃん。だから多分その前回のミノシノームくんを倒してからじゃないと入れないボスが今日のヒドラなんだろうね。そういう展開になってんだよ。面白い。激アツ展開じゃない？そんなの。百里でしょう。
ミノシノームくんがくれたから、あ、そういうことか。やっぱ変態になるんだ。変態からもらったシチューだから、だからあのなんか毒毒にも耐えられるってことか。なるほど、そういうことだって。川崎さんこんばんは、ようこそ。ねえ、だからやっぱ何事も順番通りにやるっていうのは大事だよね。これ帰れてんの？じゃあちょっと帰り道の時にちょっとお知らせしようかな。今日さっきツイッターを更新したんですが、見てくれましたか？ツイッターを更新したんですが、なあ！大嫌いな人いた！やめやめ！やだ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 、嫌い嫌い、一番嫌い。嫌い、あいついた。なんでいんの？最悪、変態。あいついた、エンダーモン。くっそー、嫌いなんだよあいちゃん。もう宇宙一嫌い。メセテケさんこんばんは。ツイッター見たよ、ありがとう。今日ね、ツイッターに書いたんですが、ちょっと待って、シチュー、シチュー、あれ、シチュー、キノコシチューだっけ、あれ、ミーフストロノガノフ、これだ。これを食べると、食べた、これでいいのかな、これでいいの、終わり。さあ、お悩み相談室をね、解散することになりました。そう、もうね、デビューがね、もう超近づいてきてるんですよ。うひょー、雨だ。だからツイッターで書いたんですけど、お悩み相談室はね、やろうと思っております。詳しくはツイッターに書いたんですけど、 DM の方に何でも OK な疑問とか質問、シロちゃんに答えてほしいことを書いてくれたら、それに答えるよっていう企画になってるので、もしよかったら。いや、そうなんだよ、なんか7月にデビューしてさ、もう2ヶ月経ってるっていうのがまずすごいし、もう秋頃デビューって言ってたから、順調にね、皆さんのおかげで準備も進んで、こうやってお勉強期間もめちゃめちゃ経て、もうすごい近づいてるわけですよ、デビュー日が。マジでバタバタしてるシロちゃん今、バタンバタンよ、マジでバタバタ、セコ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 じゃないの、なんだっけ、せっせとやってる。雨やだな、寝よっかな一回。 DM 送るの恥ずかしい、大丈夫だよ、見ないから。見ないからは違うか、じっくり見るけど、でもみんなね、全然雨止まないじゃん。
ふにくまさん、こんばんは。もしよかったら最後まで楽しんでいってください。見ないんかい、いつゴミやな。ね、暗くない？これ急にさ、あいつが出てきたらどうすると思ってんだ。急にさ、エンダーマンが出てきたらどうするんだ。もうそろそろだよ。え、暗くない？ヒューガ、ヒューガじゃない、なんだこれ、ハイドラ、ヘイドラ、ヒュドラ、ヒュグラ、ヒュグラ、なにこれ、そんな名前だっけ。え、今日のボスの名前じゃなくない？ハイドラなんて名前じゃないよ。ヒドラか、ヒドラだっけ今日のボス。ヒドラだ。ヒドラ、え、もういるの？ヒドラ、待って、ダメだよそんなの。じゃあ一回逃げなきゃ、一回逃げてリスポーン地点を作んないと。てか結構ここでよくない？遠すぎるかな、遠いかな。ヒュドラ、え、遠いかな、ここにリスポーン地点作っちゃっとる。雨だから暗いんだよね。雨やだな、暗い。こんなもんでいいやろ。でタイヤの剣にして、んで焼き豚も少し置いていって、でこれにして、ブーツもこれにして、ちゃんと置いていって、松明は結構持って行った方がいいよな。弓必要な。こうでいいんじゃない？ほろよいアイスさん、こんばんは。ようこそ。行くか。戦えるかな。あ、撃っちゃった、もったいない。どこ、一回ヒドラ見に行くか。ヒドラ、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 ヒドラ。バニラですか？バニラですか？なんでバニラですかって、バニラです。いや、好きなアイスはイチゴかな、ハーゲンダッツも。サーティワンだったらポッピングシャワーが好きかな。え、今日ヒドラっていうボスに会いに行くんだけど、暗すぎて見えない。あ、こういう仕様なのかもしれない。絶対そうじゃん。え、待って、怖い、無理かも。
今日無理かも、ちょっと怖い、暗くて。どこにいるかがわからないんだもん。急に出てきたりしない？え、怖い、無理だ、今日怖い。暗いって怖い、暗いは怖い。可愛いは正義みたいになってるけど、暗いは正義、暗いは怖い。え、これ怖くない？松明とかつけていいのかな。いいんだよね、暗闇の中で戦う。ごめん、アイスの話じゃなかった？マイクラの元の話か入れてますよ。なんかいろいろ入れた。いやー、なんか自分のお茶のペットボトルの音が鳴った、怖かった。どこ、これ行ってんの、シロちゃん、これ大丈夫、どこなのこれ。あ、絶対あそこじゃん。いたー、あいつだよ、みんな。嫌がった。見て見て、みんな、みんな見て、まだバレてない。これあれだな、ずっとあれなんだな。ずっとあれなんだよ。何が言いたいかっていうと、ずっと雨なんだ。これ一回さっきのリスポーン地点まで戻ってもうちょっと近づけるわ。あれ、リスポーン地点どこにあったっけ。これ、おいしょ、あった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 。もうちょっと近い方がいいかな。スマホだと見えなかった？もうちょっと近くに置こうかな。ちょっと遠すぎる気がするから。シムニーさん、こんばんは。これどうやって一斉に、待ったー。え、ちょっと待って、もう一回ヒドラ見に行っていい？なんかバグってるかもしれない。ちょっと一回、もう一回ヒドラ見に行く。なんか頭がな、ん、頭がないちょっとバグってたかも、ゲームが。レッツゴー。頭ないな、確かに頭ない。ちょっと待っててね、ちょっと一回再起する。うん、ちょっとだけ待っててね。なんかヒドラッチの頭がない、なかった、よくよく見たらだからもう映んなかった。配信ちょっとだけ待ってて、一瞬再起してくるね。ちょっとだけ待っててごめんね。 HS さん、 ゆさんこんばんはそういう造形じゃなかった。ちょっと待っててね。
たせー。ごめん、待ったか。多分治った。ただいま。あ、再起動中とかお知らせしてくれてありがとう。ただいま。多分大丈夫だと思うんだよね。なんかやべえ、こっちに見てる。にゃなななごめん、シロちゃんの中のシロちゃんじゃない人が出てきた今。ヒドラにびっくりして、ごめんごめん、声なんか喉痛い。喉痛い、どうしよう。ね、今さヒドラの変わってよね。喉痛い。喉痛い。違うんだよ。ちょっと言い訳させて今のは。あのね、後ろとか向いてるんだと思ったんだよ。で、なんか顔はちょっとあるねみたいな感じでやろうと思ったら、急に目あったからびっくりしちゃった。ごめんごめんごめん、みんなマジでごめん。じゃ逆にもうここでよくない？リスポン地点そんなに遠くない気がするし、やっぱちょっとさ離れてさ深呼吸する時間も必要じゃん。ここにしようっと。はぁ、あ、喉いてー。いいよね。待って、待って、喉痛い。よーし、撃っちゃった。なんでいつも撃っちゃうのや。クロちゃんじゃない。行く。今日はアイドルナース VS ヒロラ。あーやだ、もう怖い。なんかさ、ちょっと暗いからさ怖いんだよね。なんかね、雑魚がいないから遠巻きで矢で攻撃するのがいいよみたいなね。ね、待って、超でかくない？見て、もう顔見えてる。行きます、頑張ります。やだな、超嫌だ。本当はね行きたくないけど行く。キモーい。やこれどうやって走るの？シロちゃん、シロちゃん走ってる？これ、シロちゃんなんで走んないの今日。シロちゃん走って、ちゃんと。シロちゃんなんか遅くない？水だからここいいぞ、走れ。攻撃、攻撃、やばい！攻撃、攻撃。シロちゃん。キモい。キモい。動けない。動いた。
死んだの今。ねえ教えて、誰か偉い人教えて。ねえなんで死んだの、体力いっぱいあったじゃん。立ち向かうぞ。みんな分かったことがあるよね、一つ。すんごくキモいってこと。キモすぎたんだけど。頑張れ。まだ持ち物はあるはずだ。シロちゃんの持ち物返せ。集めて。なんで死ぬの？なんで死んだの今の？あ、当たっちゃダメなんだ。接近しすぎちゃったってこと？なるほどね。今も当たっちゃったもんね。当たったら一撃なんだ。じゃあちょっと回収してすぐ逃げねば。あるかな持ち物。パン集めた。届かないのや。いた。顔はね、なんか狙うとね、分裂しちゃうって書いてあったんだよね。危ないよって書いてあったんだよね。わーお！いやーさ、これ体力さ、体力これ減ってるの？減ってなくない？でも当たってはいるよね。私の矢、これ当たってるけど体力ゲージ減ってなくない？減ってる、少し減ってる。ちょっとずつ減ってるね。ちょっと減ってるよね。減ってる減ってる減ってる。この作戦で行こう。遠距
距離矢攻撃。ちょびっとずつやな。ずいぶん。いて。痛い。やばい。かあ。強すぎない？今日の敵。ちょっとバカにしてたわ。ちょっと強いね。でも持ち物すぐ回収してやれば。うん。マイクラってさ、本当ボス強くない？やったことある人はわかると思うんだけどね、これマジで強いからね。回収した？逃げて一回。一回逃げよう。一回逃げて装備して。そう、ダメージ回復してるんだよね。全然よう当たらんだけど。待て。矢を回収しないと矢がない。これね、回復しちゃうんだよね。え、超強いね、これね。これ一瞬剣でやってみる攻撃どう？当たった今。全然ひんなくない？なんだこいつ、むずー。え、矢で攻撃するんちょっと無謀じゃなかった？今当たってたもんね。だって今ダイヤの剣で攻撃してたのにあれしか減らなかったんだぜ、ベイベイ。ヒドラくん強いぜ。よいしょよいしょ、レッツゴーレッツゴー。で、ここいつも落っこちるっていうね、シロちゃんのデフォルト。集めて集めて、回収。いったのボス。ちょっと強いかも。やっぱ雑魚キャラがいない分体力がすごいな。マイクラのボスとかで戦ったことある人いる？なんでこんな強いんだろうね。
進まなくなっちゃった。あれ？あれ？あれ？S 進な。これいつもこっちだけど、どうして足場作んないとな。解消解消解消。一瞬。ん？なにこれ？なんだろうこれ。あれ？ちょっと待ってくれ。おにょ？どうやって戻すんだ？これバグっちゃったかも。なんかロックがかかっちゃう。なんだこれ。パン、パンもない。パンは？シロちゃんのパンない。とりあえず回収しに行かないと。パン、パンないやん。ね、ちょっと一瞬もう一回戻って。バグってるかもこれ。これ肉食べれないか、これ死んじゃうと思うの。死んじゃう多分。やばい、登れない。どうしよう。一旦ちょっと履けます。持ち物リストがバグっちゃったかも。いやー今日の敵は手ごわい。よいしょよいしょ。いやだよー。走れもしない。ゆっくり。え、マジで死んじゃうよ。どうしよう。お腹ペコペコ。とりあえず一旦拠点戻るね。これちょっと今日はヒドラ無理かも。お腹がペコペコになっちゃってる。一回終わろうかな。セーブしてタイトルに戻る。ちょっともう一回これで入り直してみる。なんだろうなこれ。あ、でも一応変えられた。
ねえ、鍵かかっちゃった。一瞬家に戻るね。今日は直感、あいつが強すぎる説あるからちょっと出直す。この状態じゃ戦えないもんな。でも動くね。なんだろうね。ズボン、ズボン履いてない。ズボン落としてきた。ショック。今日一回シロちゃんの家に戻るね。強すぎるじゃん。はいそう。今日ちょっとヒドラ諦め会にしようかな。See you。 めっちゃ朝日。バイトー。ただいまー。安心する、この家。焼き鮭、焼きなんて読むんだろうこれ。焼き魚、朝が来た。朝や。今日はちょっとタラか、タラ。今日ちょっとヒドラが強い&シロちゃんの持ち物バグによりちょっと諦めて、ちょっと予定を変更して、予定変更してどうしようかな。家具作りでもしたいと思います。この梅干しハウスの中になんか置くものを作りたいと思います。インテリアの充実を図ります。ヒドラやばいね。ちょっと次までには一旦ひよった。一旦引くのも大事よね。雰囲気が分かったからさ。なんだろうこれ、整理もできないな。ムカチュク。なんか インテリアを作ろうと思います。なんかね、椅子とかが作れるんだよ。ほら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 、デスク
とか作れるって噂だから、なんかインテリアを作ろうかなーって。何が必要かな家に。鉄のドア、鉄のドア、本棚。どうしよう、椅子、すごい、デスクキャビネット、デスクキャビネット、キッチンシンク、キッチンシンク、やばー、これ作りたい。バケツ、鉄、コンクリートなんて持ってる？何コンクリートって。なさそう。ないな多分コンクリート。コンクリートねえな。リフォーム、ダイヤ、洞窟行く？でも今日は家具作りにしよう。あと30分ぐらいしかないからね。次までにまたあれを作る。装備ね、強くしてもう一回行こう。レッチゴー、レッチュラゴー。ブルー、何が、これポスト欲しくない？チェストとフェンス、チェストとフェンス、普通に欲しくない？チェストとフェンス、フェンス、フェンス、フェンスない。どうやって作んのフェンスって。こういうの見ないでパッパッパって作れる人ほんとすごいよね。誰？なんかトラウマな声がした。誰？誰？嫌いな声がする。鉄インガット、何作ろう。椅子、椅子作る。これ4つも作っちゃった。テーブルも作る。あいさ、これどうやって作るの？何これ、変態よし、変態よし、また現れんの？ここに聞いてないよ。あれ、これどうやって作るんだ？アカシア、アカシアの原木と板材持ってないの？持ってないんだ。こういうのとかじゃ作れないのかな。すごいね、こんなん作れるんだ。ピカさん、ピカスさんかな、こんばんは、ようこそ。全然作れるんだけど、シロちゃん、何この声、怖っ。どこにいるの？でもいないよね。家の中にいる、もしかして飼ってる？私。
かってる？いないよね。こんにちは。もしよかったらスイッチのフォローお願いします。ね、とりあえず机作りたかったんだけど、机作れないから椅子置くか。So, how are you? I'm fine. Thank you. I'm シロちゃん。なんだ？変な奴らいない？大丈夫あれ？え、なんだあれ？あれもう見ちゃいけないよみたいなやつの第2弾じゃない？あれ変だもんだって、あんなの海の中で。やばくない？何あれ？え？大丈夫かなあれ？変な奴らじゃないかな。ちょっとリスポーン地点やってから行きたいけど、リスポーンしちゃうかなあれ。シゴシロちゃん英語できるのか？できるよ。ちょっとだけできるやん。ほんのちょっとできますよ。弓、そうね、弓でやってみようか。あなたのフォロワー数は今ね60人をね目指してるので、もしよかったら。え？何？アニさんこんばんは。何あれ？当たった！でも攻撃してこない。これ攻撃しちゃダメなやつじゃない？こっち向かってきてるもん。ちょっと待っててあげよう。撃ってくる、撃ってくる！なんで攻撃してくるんか、お前ら。何この人たち。自主的な亡命？エイムの練習になった。不吉な旗いらない。不吉な旗はいらんし、いらないし、なんかさ、ね、みんな、なんかさ、右上に変なやつ、変なマークついちゃったんだけど。Google 翻訳を使った方がいいでしょうか。うん、梅干し翻訳入れてるから大丈夫だよ。 Thank you. ねえ、何これ、いらない、このマーク、ダサい。え、これ襲撃イベントとかあんだ。いや、気持ち悪い！いらない。いらないよ。え、村の真ん中？村の真ん中って？こっち？
シロちゃんの村ってことかな。ゾンビいる。何を言ってるかわからないけれど。そうだよね、シロちゃんが英語喋れないばっかりに。どこ行くんだこれ。村の真ん中？村の真ん中ってどこだ？シロちゃんの村の真ん中。イベント起きない。イベントがなんかあるの？こういう時に起こる。ないね、何にもね。変なさ、マークだけ突き上がって。何このマーク、気持ち悪い、いらない。全然可愛くないじゃん。不吉な旗もゲットしちゃったし。あ、シロちゃんが言ったことを書いてくれてるの、ありがとう。これで伝わるかな。ナイス、ありがとう。 I fine Thank you And you?シロちゃん英語喋れないの。 I'm love you I love 梅干し。 I'm 南根市内。 You can say シロちゃんできてない。なんか村人ほんと誰もいないんだけど。え、いつの間にか村が壊滅していたのか。え、そうなの。みんなー、え、そして誰もいなくなったみたいな感じ。あのドラマみたいな。で、私はこうなったっていうこと。ね、これやだよ、これやだ。でもせっかくもらったんだしさ、持っといた方がいいよね。これ気持ち悪いな、いらないな。釣りしたいな、釣り。どっかにね、釣り竿。シロちゃんだけの世界、あんま嬉しくないの。寂しくなっちゃう。タコみたいなやつ、あれクラゲかな。海にいるやつは、あれは多分クラゲですかね。このマークいつ消えんの。ごめん、戦っちゃった。みんなシロちゃんの時間だぞ。よーも伸びたね、伸びたね、伸びたね、すぐ生えたね。めいめいめい、順番だよ。めいめいめい、もういいかな。バイバイ。牛乳飲めば消えるんだ。今日はしばらくいっか。
あれでな、せっかくだし釣り竿をぼーと糸3つか。あっちにあった気がする。今日はあれだわ、ヒドラを倒そうと思ってたのにこいつ倒しちゃった。あった、釣り竿、釣りする。釣りいっぱいいるぞ。みんな来たあいつらが来た。やばい、襲撃される。ピボボボー、ねね、シロちゃんの家に入って、くそー、嘘、はっ、勝手に入んないで、ムカつく。みんなと一緒に作った家なの。ありえない、無断で入るなんてセクハラ、セクハラ、不法侵入。シロちゃんの家、女の子相手にさ、こんなにみんなで寄ってたかってさ、恥ずかしくないな。ひどすぎ、なんでそんなことすんの、マジで。またもらったねえ、やばい、シロちゃんに矢を刺されすぎる。めっちゃ刺さってんだけど。ねえ、かわいそすぎない、こんなの。痛々しい。まったく。ねえ、家のものは無事？あ、無事だ。よかった。このストファイの絵画も盗まれてない。全員倒したよね、でもね。え、何？略奪隊？本当に海賊みたいなってこと？怖っ。やっぱ。え、村に行ってみる？そういうことじゃないのかな。まだいっぱいいる？もうまだいんの？一気に来やがれ。みんなで固まってこい。にゃん。猫。あ、でも誰もいなくなってる、本当に。ふん、シロちゃん一人だ。2階のロフト、確かに大丈夫かな。いた、うん、フォロワーさん1人増えてる、ありがとう、センキュー。フォローしてくれたのかな。うん、どうやんだこれ。待って、いいや、
やばい、夜なる。ブタ。いやー、なんか変なやつたち来たんだけど、今日やば困る。今日なんか気持ち悪い人。母さんありがとう。シロちゃんの翻訳をしてくれてる。ん？シロちゃんの翻訳じゃないか。解説？ねえ、これ気持ち悪い。でもう一個あるんだよね。これで変なやつも近づかないだわ。アイさん、え、仲間だと思って寄ってくんの？そんなことあるかな？アイさん、やだな、寄ってこられたら。なんかやっぱこのこれクラゲだよ、これクラゲ、タコじゃなくてクラゲ。確かにこれクラゲに見えないね。ちょっとキモいよね。待って、釣り下手くそすぎな。大丈夫？ほらクラゲだ。イカスミ。ん？イカスミ？なんでだ？クラゲだよ。イカスミ？ん？イカなん？みなさん、弁明させてください。これはクラゲではなく、イカでした。嘘じゃない、嘘ついたんじゃない、今知ったの。こいつはイカでした。え、ずっとクラゲだと思ってな。ずっとクラゲだと思ってた。はず。はず。今日やることないよ、もう。イカだった。あ、そう、ロフト見ようって思ったんだ。あ、ロフトも無事だ。よかった。変な巣にもされてない。安心じゃ。いい家じゃ。イカスミパスタ食べたいな。あいさん、今日はそろそろ終わろうかな。荷物整理したら終わろうかな。よかったよかったよかった、ありがとう。ほんとよかったよ。2階がぐちゃぐちゃになってたらたまったもんじゃないからね。燻製器、燻製器、卵とか？
作れないんだ。なんか卵燻製にしたら美味しそうだけどね。人参燻製する？できないんだ。なんだよ。ヒドラがここまで追いかけてこなくてよかったね。そんな怖いこと言うな。もうヒドラなんてもう顔も見たくないよ。顔も見たくない。黄昏の森行きたくない。怖い。皆さん、これってどうやってやるんだろうな。自分で植えるとき、あ、こうか。やっぱ住人がいない、村人がいなくなったからさ、自分でこれもさ植えなきゃいけないってこと。一人は寂しいな。誰か一緒住んでほしい。募集中。よいしょ、できた。ねえ、ヒドラ嫌い。イカの燻製美味しそう。絶対できるよ。イカスミはできなかった。人参付きの棒何人参付きの棒って。よいしょはい、いっぱい投げちゃった。というわけでいいでしょ、別にダイヤの剣で耕したって。いいんだよ。あ、これやっていい？ストレス発散。ふぅ。いきまーす。うわー、気持ちいい。ここもやっていい？快感なんだよこれ。おすすめ。無心でできる。あいさあいさあいさ。じゃがいも。じゃがいも。めっちゃ収穫。すごない？超じゃがいも収穫だよ。大量大量。ポテトチップスいっぱい作れる。ダイヤで収穫。え？青くなったじゃがいも。え、青くなったじゃがいもってやばくない？絶対腐ってるよ。絶対腐ってるよ、青くなったじゃがいもなんてもんは。腐りに腐って、じゃがいもってさ、芽出てるよね。芽出てくるよね。あんまり買わないからわかんないけど、なんか腐っちゃうと芽がなんか出てくりますよみたいな聞いたことがある気がする。いっぱい食べ物いっぱいある。いや、めっちゃじゃがいも取れた、嬉しい。目は毒。うわ、そうなんだ。あ、でも食べたことないよ。キモいなって思いながら。
腐ってるってことなんだ、あれやっぱり。そこまで放置しちゃダメよね。最高だったな、じゃがいもいっぱい収穫できた。小麦植えて食べてみたら。どういうこと、どういうこと、現実世界のってこと。目はガチで食べちゃダメ、気をつけてね、みんなも。 Not Not 目Don't 目 Don't eat 目Don't eat 目で、どう Don't eat 目ありがとう、ベイクドポテト今作った。いっぱい作るよ、いっぱい作った。今日はご飯もいっぱい作ったし、この辺で終わろうかなと思います。ちょうど夜になった。みんな来てくれてありがとう。今日本当はさ、ヒドラっていうボスを倒すはずだったんだけど、また次回頑張る。英語三角うるぜえうるぜえぞー。というわけで今日の戦利品はこちらの不吉な旗でした。ね、これちょっとキモくない？夢に出てきそう、シドラちゃん。じゃあ今日はこちらの旗を見ながら、いや不吉な旗とか言っといてね、シロちゃんがねすっごいねいい旗に仕上げる。じゃあね、今日は終わりにしたいと思います。じゃあエンディングの準備をしてくるので少々お待ちください。皆さん、というわけで今日もマインクラフトの配信ありがとうございました。ありがとう。コーリンさんかな、こんちゃ、こんばんは。今日は配信終わってしまうんですが、皆さん今日も見に来てくださりありがとうございました。今日はですね、また次回今度ヒドラさんに挑戦しに行きたいと思います。頑張ります。今日はね、なんか変態にまた会って旗をもらったりしました。で、シロちゃんからのお知らせがあります。ちょっと冒頭でもお話ししたんですが、ツイッターの方で教えて白井先生っていう企画を今日発表させてもらいました。こちらはデビューがもうすぐなので、本格デビューがもうすぐなので、シロちゃんに答えてもらいたい質問だったり人生相談だったりをちょっとね教えてもらいたいなって思っています。ツイッターに詳しいことは書いたんですけど、皆さんからのメッセージなどなど
お待ちしております。あとですね、シロちゃんのツイッターもフォローしてもらいたいんですけど、シロちゃんの運営さんの運営さんはい、ツイッターもねできたので、もしそちらもフォローしてくれると嬉しいです。あとね、そちらの質問コーナーの他にも企画をねちょっと考えているので、引き続きツイッターのフォロー、そしてツイッチのフォロー、そして YouTube のフォローお願いします。もうシロちゃん本当に7月の7日にはいお披露目して、もう少しで本当にもう少しで本格デビューなので、皆さんともっともっと頑張っていきたいなって思っています。いつも本当にありがとう。もう一つの企画は明日発表しようと思ってるので、ツイッターを見といてください。いやー、花金やなー。タントコタントンタントコタントン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 タン。もう一つ明日つぶやくね。楽しみにしてます。ありがとう。今日はちょっとあれだ、待たせちゃったりしたてごめんな。最後に皆さんのお名前をお呼びして終わりたいと思います。あ、明日ねツイートする内容はねちょっとね参加型企画なのでまあ、今日の教えてはーい、教えてはーいじゃない教えてもう参加型ではあるんですが、明日の企画も参加型なので、皆さんぜひもう寝ないで待っててください。一緒にヒドラヒドラボコルの言葉だからヒドラボコルよし、ヒドラボコるわ次、うん、ボコボコにしてやんぞみんなともねなんか参加型なんで参加型ボコるやだシロちゃんとボコろうみたいな企画名だったらやでしょ。最後に皆さんのお名前をお呼びしたいと思います。じゃんこかん、アニーさん、ネモルさん、カワさん、ミツさん、ヨズさん、シムニーさん、モグタンさん、マッキーさん、 DP さん、 SFB チャンネルさん、ありがとうございました。遅くまでみんな見てくれてありがとう。それでは皆さんおやすみなさーい。バイバーイ。